今新品だったでしょ、うん、おしぼりこれやばいんだけど、よくあるわざとらしい、こういう感じで黒いシートが拭くだけです。また10秒10、はい、はい、9え全然おさんくさいこういうのをやってますっていうのが欲しいんですよ、うちは企業としては。あ、すみません、カットミゴルフ塾ではなくね、ルート D ゴルフアカデミーとしては。よいしょ。あ、めっちゃ丁寧にお掃除してるじゃない。いや、それ年末だからね、もう今日大掃除だから、ね、なんかね、うん、びっくりするよ、本当に。何が？ゴルフのグリップって多分ね、うん、ちゃんと洗ってる人は洗ってるんだけど、結構ほったらかしにしてる人が圧倒的に多いから、うん、あの、行くよ、行くよ、うん、これ今新品だったでしょ、うん、絞り行くよ、うん、これやばいんだけど、汚すぎる。いや、こんなもんだって。あいちゃん、自分のクラブ拭いてみ、ひっくり返る。結構まめにやってはいるんだけど。あ、まめにぐらいじゃこんなところじゃない。え、マジで。だって俺ラウンド行くたんびに拭いてる。だからさ、あのガラス拭きとかで結構落ちるとか言うじゃん。うん、うん、てかもう洗剤で洗ってる俺は。あ、中性洗剤で。うん、中性洗剤で洗ってる。あ、そこまでやんないとダメだよね、今は。あのね、エラストマは水吸わないからいいんだけど、ゴムは水吸うのよ。確かに。だからどん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 蓄積されて、マジクソ汚ねえの。うん、取れないのよ。だから拭くだけじゃ取れないから拭いて、うん、まあ今時期も時期だからね。まあ今は本当ね、これごっつい 80% だから。すごい、80って出てるわ、そこに。あ、出てる。うん、ケースに書いてある。まあもうこれでいいね、これでいいね。これ一番早い。ちょっと指が疲れちゃう。すごいピカピカ。疲れちゃう。そうやって乾かすの。ヘッドスピード重要だね。年末の大掃除してるって言ったじゃん。うん、今日。うん、ね、うん。そしたらなんかいっぱい人連れてくるしさ。いや、掃除してるって言うから。そもそも、うん、今後ろに何人かいるんですけど、うんうん、あの普段あんまり見ない、あのいつものさんはまあ置いといて、置いとくんだ、はい、オッケー。よく見るからね。あ、よく見るよ。あと若干数名知らない人がいるんで、うん、ちょっと緊張してます。嘘、緊張。嘘です。メーカーさん、いや、今日はね、測ってもらうの。は、金の量。金の量、うん。なんですかこれ。金滅？金滅さん。金滅？金滅。霹靂一閃。金金色だし。いや、そこはまあやっぱ善逸っすね。個人的に、個人的に善逸。単純にちょっと技面多すぎて絞れない。ちゃんと綺麗にね、なってるかを。もうだって可愛い。測ってもらう。ほら。え、これを測ってもらうの？そう。やっちゃったよ、もうこれ。全然大丈夫。え、もうこれやっちゃいましたよ。いいんですか？全然問題ない。え、これやってない時に測るんじゃないの、こういうのって。いや、やってから測る。やってから測ったら意味ない、もうやったもん。いやいや、ちょっと測って、見てみて。いいの？これ OK なの？大丈夫。ほんと、お蔵入りしない。まあいいよ、呼んでみましょう。どうぞ。はい。どうも。ありがとうございます。誰ですか？金密という今回の商品を作っている 販売のものです。あ、どうも、はい、初めて。浦です、よろしくお願いします。お願いします。改めまして浦です、よろしくお願いします。さあ、これか、金密。はい、金密はギリギリ OK ですね。大丈夫です。 OK ですよね。うちの言葉なら。あ、そうですよね、 OK なの。あの、特に刃も関係してこないですね。意識はしてますけど、意識はしてるけど。はい、そういうのいいと思いますし。あ、いいんじゃないですか。はい、金滅。はい、で、これうちの今、僕今グリップきれいにしたんですけど、はい、
これを測って、はい、どんぐらい汚ねえか見て、これで拭いたら、はい、こんなに菌がなくなりましたよってよくあるわざとらしいやつを今から取るってことですよね。そうです、そうです。もうごめんなさい、もうね、アルコールやっちゃったんですよ。80% でやった、はい、他のでやります？いいんですかこれで。もうこれやっちゃいましたよ。大丈夫です。え、こういうのってだってやった感じにしてやってないやつを測ってよくてねって言ってやるもんじゃないんですか。いや、もう実際にやって大丈夫です。いや、やりました。いや、大丈夫本当に大丈夫。もう取れないよ、金大丈夫です。ノーカットでお届けします。え、はい、私、忖度なしでいきますか。はい。これ案件じゃないでしょ。案件じゃあります。案件じゃないでしょ。あ、じゃあもうあ、じゃあもう得意なステージに入ってきました。得意なステージ。ごめんなさい、すごく信用してません。じゃあ、測りましょう。はい。これ、醤油で有名なキッコーマンが出してる。はいはいはい。キッコーマンね。キッコーマン、はい、醤油とか味噌の。そうです、そうです。はい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 。ただしてます、菌を測定する機械になるんですよ。ルミテスターという。発酵させる会社だからね。うん、そういうことね。はぁはぁはぁ。そっか、菌得意なんだ。それで測っていきます。はい。それもいいんですか。綺麗に仕上がりましたよ。大丈夫です。本当この綿棒で、うん、表面の、うん、まあ、汚れとか菌を作っていきます、うん、全くもって不安なんですけどめっちゃ綺麗ですよ。だってもうすでにこれどれぐらい、いや、これわかんない、基準がちょっとわかんない、うん、数字が基準はトイレの床で1万2000ぐらいの数字で、綺麗なのは医療系のもので500ぐらい。はいはい。トイレの床で1万2000。はい。医療系のもので500以下。はい。はい。手とかね。洗った後ね。あ、洗った後ね。はい。じゃあ一番洗った後なんで500以下。やったもん、アルコール。これできた方びっくりするわ。俺他の人のクラブ触れないわ、それだって。で10秒で出ますので、はい、プロさんよかったらスタートボタンを押してください。いいですか。はい、ちょっと強いよいしょ。はい、10 9 8 7 6 5 4。早いな。3 2 1。300さ、5284。お、もう少ないですね。まあ少ないですね。トイレの床よりは綺麗、全然綺麗。ちょっと待って、はい、トイレの床の半分ぐらいか汚いなちょっと汚いな。5000ぐらいだとスマホとか、はあはあはあ、あれ手で触る。はいはいはい。そのぐらい。あ、スマホも5000ぐらい、まあ、俺のスマホは測んないでください、もう怖いから。スマホアルコール除菌してスマホと同じぐらい。あ、そういうことね。はい。うわー、マジか。じゃあこれで実際に、はい、この金滅の、はい、中に入ってますので、はい、開けて、あ、これ開けて、はい、で、こういう感じで黒いシートが、はい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 、びちゃびちゃ下にびちゃびちゃなので、もうそれをただ拭くだけです。匂いしない、本当に拭くだけ。はい。いやいや、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。じゃあいいですか。腕でいいです、腕でいいです。うさんくせなんだろう。まあ今時期も時期なんで、結構ね、気にされる方多いんで、うちも気をつけてはいるんですよ。それで5000ね。あ、そう、はい、汚ね。300ぐらいだと、ぶっちゃけ300ぐらいだと、本当になんか当ててるよ。これなんですか。これ今 LED の光で、はい、これ光触媒を塗ったんですけども、はい、この光と反応して今抗菌効果を、はい、はあ、はあはあ、やってます。あ、光に反応して綺麗になっていく。はい。まあ、じゃあゴルフ持ってこいじゃん。でもゴルフバッグとか入ってるやつじゃ汚いってことですよね。あ、そうですね。そうですよね。暗所タイプと言いまして、はい、光がなくても光触媒の効果が出る新しいタイプになります。暗所反応って書いてる。見える。ほら、日本製、金滅のじゃない、金滅、うん、ギリギリセーフですね。これ全員使うから。そうです。セキュリティ線から来たね。あと緑とかいろいろ作った方がいいんじゃない。怒られるの。黒もあるよ。あ、黒もあるんだ。スマホと緑作りましょうよ。これ緑にしましょうよ。
これガラス用ですね。携帯とか、はい、タッチパネルとか、まあ、黒は多分毛玉の呼吸でしょうどうしてもガラスだとあの指紋がついて、はい、菌がいなくても指紋汚れで汚いっていう風になるので、はいはいはい、こっちはあのフライパンの焦げ付き防止 の、はいはい、あの機能があの抗菌と一緒につくので、フライパンの焦げ付き、はい、テフロンのそうです、はあはあはあ、と同じ技術が中に入ってるので、はいはいはい、見える汚れと見えない汚れの両方をあのこう防止するものです。へー、はい、でこれで拭いて、でこれで拭いたら、これで きれいにして、これで汚くならない。あ、どっちでも1枚、あの1枚抗菌と棒タイプか、抗菌だけのタイプなんですね。そう、あ、はい、そういう分け方ですね。1枚だけで大丈夫です。あ、値段が5倍ぐらい違うとか、そういう感じです。値段も一緒です。一緒、はい、じゃあみんなこっちでいいんじゃないですか。でもこっちだとこう指紋が関係ないですよね。こういう場所で指紋がつかない。そっかそっか、はい、そういうことか。ですので金属とかでこう指紋が気になるようなところは黒い方を使っていただいた方がいいですし、はいはいはい、指紋とかがつかないところはもうこっちだけで、ね、あ、じゃあ携帯こっちだ。携帯そっちです。じゃあゴルフのグリップこっちだ。はい、サングラスとかこっちがいいですね。あ、そっかそっかそっか、指紋つくから、はい、もう一回これをつけておくと、そういうこう汚れを弾いてくれるので、超いい、はい、すごい携帯では今あの太陽の光とかでも大丈夫ですか。大丈夫です。何の光でもいいんですか。あの蛍光灯とかでも大丈夫。あ、蛍光灯でもいい。バッグは出しておく。めっちゃいい。説明聞く限りはめっちゃいい。全然信用してないけど、だいたいあのワンシートでワンセット分施工可能なので、はあはあはい、俺ねこういうの本当にごめんなさいね、こういううさんくさいの本当嫌いで今までね全く触れてこなかったんですけど、あちゃんこういうのやるならちょっと言ってもらっていいかな俺今日普通にお掃除してるからね俺なんか俺正直ねなんか部屋の片付けのプロとかが来るのかと思って。そっちね。そう。で、ここは物はここに置いた方がいいですここに、そう、風水とかそういう感じが来るのかと思ってできました。できました。はい、それ中身最初が5284 はい、そうです。はい、はい、で本当はもっと時間が経てばどんどんあの抗菌効果が出るんですけども、はい、いや、そんな、あんま変わらないですよ、ぶっちゃけ大丈夫ですか。大丈夫です。5084 5,200 ぐらい。だって俺 80% だったら5,200 84しか切らない。で、本当なる。いや、ちょっと全然信用できない。いいですか、俺が押します。はい、いいですか。また10秒。はい、9、8、なんだ、もうあっちゅう間だよ。5、4、3、2、1、見せれない。いや、見してよ。あ、やばい。嘘や、すごい。え、マジ病院と同じぐらいになる。え、じゃあもう最悪これで手術できるってこと何に使うかしら。そうそう、最悪これで手術ギリギリいけるマジで、すげえこれはあの抗菌なので、はい、アルコールみたいな除菌だと一回触っちゃうと はい、もうずっと除菌し続けなければいけないんですけど、はい、これは抗菌なので、はい、これからつく菌をずっとこう抗っていく、増やさないと。案件じゃない、あの何回も言いますけどほんまに案件じゃないんで、あの全然減ってませんやんみたいな変な感じで終わろうかなと思ったんですけど。あ、そう、あ、まじすげえ、10分の1、これいいですね。今特にこの時期やから、はい、ほんまにめっちゃ気にされるんですよ。うん、あの生徒さんも、はい、あ、トレーニング器具とかこういうので拭いたらいいよね。あ、いいです。そうっす。だっておしぼりで気球でアルコールでシャシャって、これでも多分うちやってる方だと思う。うん、多分拭いてもないから。から雑巾みたいなやつでババって拭いてるだけでも混じっちゃいます。おしぼりで拭いてこれアルコールでやってるとこなのか。ないと思うよ。じゃあ、いや、それやってないってことはもう12,000どころじゃないってことでしょう。そうですね。やってても5,000です。確かに今汚れも取ってアルコールでして、いや、これね、これね何にも掃除してないやつをちょっと測ってもらえますかって言おうと思ったけどちょっとグロテスクな感じのやつやからやめとくわ
マジ2万超えますよね、多分。超えちゃうでしょうね。え、これ日高屋持ってったらいいですよ。使われてるメーカーさんは。その使われてるメーカーさんも言ってても、これ結局やったら、もうずっと減り続けるから。あ、そっかそっか、もう増えへんのか。毎回選んでいいんか。そうです。マジで全然おさんくさい。あ、そう。もう抗菌能力としては日本で一番あのいい液剤を使ってるので、あのもうこれが一番おすすめです、ね、え、これお店とかで売ってるんですか？お店でもあの一部あの、はい、有名なアパレルメーカーさんとか、はい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 、あと高級会社さんであったりとか、はいはいはい、なんとなく飛びつきますね、はい、もう好きそうなブランドがある、はい、に行くと、もうこういう菌滅を使ってるんですけど、はい、やっぱりもうアルコールとか塩素とかの除菌っていうのが、はい、今そういう商品とかレザーとか物を傷めちゃうので、はい、使えないんです。そうなんですよ、はい、そこなんですよ。ほんまに勘弁してほしいんですよ。もう袖ボロボロなんですね。あ、そう。え、アパレル、車、アパレル、車、あと、家具ですね。家具、はい、あと建築とかでも使われてますし、あと実際の技術的にはあのコロナセンターとかでも一部使われてます。すごいな、はい、あ、そうなんですね。大阪のコロナ重症センターですか、ね、はいはいはい、使われてます。マジで申し訳ないですけど、これだけドンキホーテとかのバーンってあ、なんか最近のなんたらの刃のパクリでやったかなみたいな感じの対してなんか濡れてるだけで対して変われへんやろなみたいな感じで考えてたんですけど、こんなに効果あるんか。正直ヘッドとかは除菌しなくていいんですよ、はいはい、ぶっちゃけ、うん、写し、うん、どうでもいいんですよ、触れへんし。グリップなんですよ。で、うちグリップ作ったんですよ。ちょっとやっぱゴムのグリップやと水吸ってしまうんで、うん、その水を吸ってるとどんどん経年劣化でちょっと硬くなっていくんですよ、うん、で、汚れもどんどん溜まっていくし、もう一生取れへん汚れが入っていくんです。で、エラストまで作ったんですよ。水吸わへんから。なので、グリップには結構こだわってるので、うん、こういうのあるといいですね。これめっちゃいいですね。うん、マジで？え、ちょっとほんまにちょっとしつこいけどね。あの、アンチ湧くやろうけど、先にアンチに向かって言うとこは、案件じゃないです。1円もいただいてません。あと特に、まともなアポを受けてません。私は大掃除をしてました、ここで。今うちの従業員たちは事務所で掃除してますよ。あ、そうですか。面白いな。これとこれですか、商品は。あとあの除菌のですね、後ろから出てくるじゃないこっちはまあ抗菌なので、はい、あの1回塗ると菌が増えないタイプ、ね、増えないやつ、はい、でそれがあのガラスとガラスじゃないもので、はいはいはい、でこっちは除菌になるので、はい、菌を取り除くときにアルコールを使うとどうしても物が傷みます。はい、傷みますね。こっちはあのアルコールも塩素も界面活性剤も一切入ってない。これは手はいけるんか。手もあのいけるんですけど、その、はい、法律的に手がいけるっていう表示ができる、はいはい、ああ、そういうことね。でも使っても全然大丈夫。あ、そういうこと。法律的にそういう表示はできへんけど、はい、手にシュッシュしても別に問題はない。問題ないです。体に影響はないです。ちょっとその方がいいやん。で、なんかまたいっぱい出してきますよ。へぇー、天然ミント成分配合金蜜の危ない危ない危ない。金蜜、すげえ。マスクはあるんですか。ミントの香りめっちゃいい。え、これ値段とか聞いていいんですか。値段とか聞いていいんですか。状態大丈夫ですか。で、こちらが除菌剤が2500円で、はい、で、こっちのシートは1枚2000円ですね、はい、で、結構あのたくさんのものができるので、はい、1枚で十分持つと思います、はい、はい、これはマスク用は1600円ですね。1600円。あ、1600円。はい。店舗とかはどこら辺で売られてますか。店舗は。店舗だとまだ全然そんなに売られてるの、もう本当にあの問い合わせをしていただいてっていう商品です。もうすごい今引き合いが多いので。あ、そうなんですね。あ、じゃあこれからいろんな大手のところにも置かれたり、もうどんどん入ってきますね。入ってくる感じ。はい、これ説明したちゃんと。俺結構ガシガシ言うよって。言ったよ。言った。よう受けましたね。ほんまにクラブのレビューとかいろんなものがあかんもんあかんって平気で言うの、はい、まあ、ということでご本人様のね、前であの言うのもあれなんですけどね、あの正直にもの言います、はい、これはすごいわ。ありがとうございます。普通に僕欲しいわ。買うわ。僕買います、これ。ぜひ。めっちゃいい。あ、じゃあ車のハンドルとかね、いいですね。シートですよ。あと車のタッチパネルはこっちです。あとサングラス、タッチパネルナビね、はい、
てか iPad とかパソコンとかめちゃめちゃ使うんだよ。あ、もう絶対やった方がいいし。マジで。あ、でもこれいいの取れるんだ。あんま直接言う。まあ、ね、でも服とかね、はい、アレルギー成分というかそういう強い成分が入ってないので全然大丈夫です、あ、じゃあまあ怖い人は服に、犬の服とかね、クリーナーとかめっちゃ汚いから、はい、マジで死ぬほど持ってるんですよ。匂いも、そう、匂いが結構死ぬほど洗濯せなあかんからもう死ぬほど洗濯するんで。匂い菌ですか。菌が多いです。菌臭いね。匂いも犬で結構使われてる方多い。まあ多いですよ。ああ、まあそう、歌えないけどね。はいはいはい、それはいいかもしれない。なんかめっちゃ簡単ですね。はい。あ、3ステップ。アルコールシートで拭いて汚れや塩分を取る。はい。ゴム手袋または手にビニール袋をかぶせた後、ムラが出ないよう均一に拭く。はい。で、1分ほど乾燥させた後、表面が乾いたら柔らかい布で全体を軽く拭く。終わり？終わり。じゃあ天日干しとかしといていいんですね。やった後。そうですね、光の方はそうですね、より効きますね。いいや、めっちゃいい。なんかね、こういうのをやってますっていうのが欲しいんですよ、うちは企業としては。あ、そうですね、カットミゴルフ塾ではなくね、ルート D ゴルフアカデミーとしては、当ゴルフアカデミーはこういったもので綺麗に除菌いたしておりますっていうお話できるだけで、ずいぶん企業のイメージがいい感じなんですよ。実はこのもう一ついいところは、はい、これはあの就労継続支援で手作りしてるんですね、はあ、だこれをあの使われると、はい、あの障害者雇用の施設がどんどん利益を上げる仕組みになってる。めっちゃイメージいいやん言っちゃダメ、言っちゃダメ。めっちゃイメージいいやん。マジで沖縄で作られてます。めっちゃいいやん。それはすごくいいことですね。はい、かなり一個一個にその単純作業なんですけど、高いお金であのお願いをしてるので、工場生産はやらないっていうのがうちの考え。めちゃめちゃ何がいいって、ほんまに案件じゃないから、ほんまに台本がないから、今初めて聞いた情報やからほんまに新鮮に驚けるってめっちゃいいへー、あー、そう、めちゃめちゃいいじゃないですか。もう手張りですし、手で封入してるので。あ、わかりました。じゃあうち概要欄に貼ろう、これまだうち案件じゃないんで、うちで売る。違う、だからホームページかなんか案件じゃない概要欄に貼ってきていや、まだ売ってないやつ。あ、まだ売ってないの。あ、まだ売ってない。ダッシュとかありますか。インターネットで買えるところが。じゃあこれ書いた人どうしたらいいですか。そうなんですね。検索すれば、まあ、何かしら出てくるから。あ、そういうこと。あ、自分で頑張って探す。すいません、ちゃんと。すごい。案件じゃないっていうの分かるでしょ。確かに。案件じゃなさすぎてごめんなさい。すごいな。逆に俺が要求を出して、それに答えてもらわれへん状態。新しいな。案件じゃないんで、すいません。皆さん、自力でちょっと探してください。マジで、そんなんある何しに来はったん。でもこれめっちゃええわ。あ、そう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。ちょっとほんまに信用してませんでした。ぶっちゃけまあ、こういった商品ございますので、何の僕別に宣伝してくれとか言われたわけじゃないんで、個人的に言いますけど、すごいいいと思います、ほんまに。はい。で、ネットで調べて頑張って買ってください。はい、ちょっとまとめ方が雑になって大変申し訳ございませんでした。まあ、あのこういったお話もいろいろね、あの案件じゃなければやらせてもらいますんで、あのこういう商品あるよってなったら、ぜひぜひ、いや、ぜひぜひいらんわ。別にいらん、大丈夫です、結構です。はい、知り合いの知り合いやからたまたま受けました。てか勝手に入ってきました。なのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。で、LINE やと Instagram、Twitter の方もございますので、概要欄の方からチェックよろしくお願いします。キンキーン。めっちゃ吹きたいもんね、サングラス。めちゃくちゃいい。一回指紋ついたら、あれ一生つくじゃないですか、指紋。あ、指紋ついたなと、服でこうやって拭いて、あ、聞いたなと思ったら、この指紋が端っこの方に。ここでこうなってた指紋がこの辺にいる感じで、またつくじゃんってやったら、また指の腹とか当たっちゃったりして、またついた、あっみたいな。なんかこっちの方でわさわさしてる。そっちに取るよ。すごい。マジで。ちょっとお腹痛い人とかおらん。手術してあるで。なんかあの
頬骨削りたいとかおらんこれで俺わーってよこれ1万円でいいと思いますよ。1万円、うん、1万円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 になりました。そこをぼったくる一郎サイト通してもらったら1万円で買えますから。あ、そういうやつだ、はい。シートもね、うちのサイト通してもらったら1枚9万円で買えますから高いよ、高い。これ1枚で一生使えますからね。破れてもそのまま使えます。乾いても使えますから。高い高い。あ、そう、すげえ。ちょっとワンちゃん別に何も悪いものないから、ワンちゃんの方が子供とか。そっか、犬の首輪とか。そうです、アルコールない。そっか、アルコールないから、はい、犬吹けるんか。あ、そっか、犬吹けるよ。ちょっとお店できてよかったです。540点ていうか、あんだけ吹いて5000、まあそうです、5000もびっくりした。5000もびっくりした。正直5000も汚くはないです。いやいや、そらね、汚くはないって言われてもトイレの床の半分でしょ。あれ、普通の人のスマホぐらい、普通の人のスマホぐらい、まあ、いや、まあまあ汚いですよ。スマホ3000から6000ぐらい。あ、そうなんや。5000ぐらい、まあ、ちょうど間。すげえな、なんかいろんな数値を聞くの怖くなってきた。いや、ほら、大掃除中ならいいかなみたいな。大掃除中、撮影しに行っていい？いいよ、何撮るんだ。大丈夫大丈夫、人何人か行くから。いや、うん、大丈夫大丈夫。まあそう、どうぞ。知らない人2人いる。何これって。うわ、怖っ。マジで俺、人のクラブちょっと貸してって言われへんわ。まあこれ持っていく、踏みてから借りるのも感じ悪いけどね。ちょっとドライバー借りていいですか。ありがとうございます。借りまーす。500、OK。 嫌なやつ、やばい。もう数字減ってるからな、これ聞くなんて、これうさんくさってキッコーマンに文句言ってることないからな。さすがにルートでキッコーマンやったらちょっとボコボコに負けるからな。じゃあうちの子金まみれですよ。うちの子はもうもうすごいですよ。日によってですけど、夏場なんてもう動く金ですよ。歩く金、吠える金ですよ。